ニューイングランドレボリューションは、アメリカ合衆国のニューイングランド地方、マサチューセッツ州フォックスボロにホームを置くサッカークラブである、メジャーリーグサッカー所属。クラブの創設は1995年で、メジャーリーグサッカーがスタートした1996年から参加しているクラブの一つである。オーナーのロバート・クラフトは、同じく、 ボストンをホームとする NFL のニューイングランドペイトリオッツのオーナーでもある。1996年から2001年まではフォックスボロスタジアムを使用していた。2002年から現在のジレットスタジアムに移っている。なおフォックスボロスタジアムもジレットスタジアムもペイトリオッツと共用であり、アメリカンフットボールの企画に合わせたスタジアムとなっている。2007年。 MLS のスタート当初から参加するクラブでは、コロラドラピッツと共に、それまで無冠だったものの、US オープンカップにおいて、FC、ダラスを決勝戦で破り、初タイトルを獲得する。また、2007年には日本から平野隆と山田拓也が練習に参加していたが、両者とも J リーグクラブと契約したため入団には至らなかった。2014年2月にはかつて、 清水エスパルスや大宮アールディジャでプレーした小林大吾がバンクーバーホワイトキャップスから移籍する形で入団しており2014年5月の時点でスターティングメンバーとして活躍している2014年12月7日に開催された MLS カップ決勝戦では後半途中から交代出場した中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく ありがとうございます。